岸田防衛増税路線で日本は確実に地獄に落ちるこの番組は京都大学教授雑誌・表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から 日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学のジーサですこんばんはアシスタントの吉田直です、うん、今日もねはいただ地獄の話するんですけどもう地獄ばっかり <laughs> いやいや <laughs> これね 先週、あの、南海トラフ地震、巨大地震の話したじゃないですか。はい。あれがね、結構反響があってね、うん、それでも地獄に落ちるんや、というの分かってくれはったみたいで。で、ちょっとね、あの、メッセージ届いてますからご紹介いただけますか。はい。えー、ラジオネーム KG さんです。先週の日本は巨大地震でどう滅びるのかは、今までの放送で一番衝撃でした。ぼんやりと地震が起きたら大変だなというくらいにしか思っていませんでしたが、 具体的なシミュレーションを説明していただき、想像を絶する事態が展開し、本当に恐ろしくなりました。とうん、いや、ほんまにそうなんです僕もあれ言いながら、怖くなりましたからね、自分で。やっぱりね、ちょっとゾ、しワゾワしちゃいましたね <laughs> そうそう。やっぱりね、なんか怖いことって、なんか考えてないから、ちょっとあんまりね、細かく考えてないんですよ。うんそれをね、細かく考えだしたら、いや、めちゃくちゃやばいやんって。 具体的にね、うん、見えちゃうから。そうそうそう。これまだね、聞いてらっしゃらない方は、またあの、アーカイブなんかご覧いただいたらと思いますけども。はい。で、今日もまたね、えげつな話なんですよ。えげ、うんね、つなそう。これ、防衛増税ね。今、ね、報道されてるすよ、ね。すやってるじゃないですか。もう僕、その選手はだいぶね、いろいろ情報発信したり、まあ、いろんな人と、まあ、いろんな打ち合わせ相談したりして、どう、どういう対応できるかみたいなね。 こと、まあ、やってたんですけど、まあ、もう、あの、総理大臣がやるであら、決めとるので、うん、もう、強い決意で望んでいるみたいなことですから、もう、検討士と言われてる、あの、岸田さん、もう、検討士で検討ばっかりして、無意無策でね、はい、何もしひんので、定評があった岸田さんが、この増税に関しては、国会が終わって、野党からやや言われへん。このタイミング見計れって、一瞬で、一週間で、もう、党として、 与党として決めれることを全部決めてしまったんですよね。それでもうね、うん、1兆円増税しますよ、ということにしはったんですよ。これね、まあ、1兆円か、という人もおると思うんですよ。うん。まあ、まあ、消費税やったらもっとね、あのー、まあ3、3%増税したら8兆円、9兆円とか、だから、まあ、1兆円っていいかなと思ってる人いるかもしれませんし、まあ、防衛強化、必要か、しょうがないなと。 仲間を持てる人もいるかもしれないんですけど、もう最悪です、これ。最悪。最悪です。一兆円で絶対済まないから。ああ、もう絶対これもうちっちゃくやって、もうだんだん拡大しようとしてるのも、もろもろバレバレですから。うん、これでね、これ今最初のダムの一決、アリの一決って言いますけども、ここ許したらね、もうズル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 やりますよ。岸田さんは。で、岸田さんがそれやってしもたら、次の総理大臣が、それまたズルズルやりますよ。 うん、だからね、日本はね、もう地獄に落ちるこ,とはこれほぼ確定するんですよ。でね、でも一応ね、来年、阻止できる可能性が、まあありますから、はい、それ阻止できたら日本が、まあ、地震で潰れるかもしれないけど、あの、地震でも潰れるかもしれんし、岸田増税でも潰れるかもしれんという話ですから、まあ、せめてこっちの方は、政治の力で止めれますから、うん、うーん、まと止めなあかんなと。 で、岸田さんはもうこれで、よし、これで、わしは立派な仕事したぞって喜んではるんですよ。立派ですかね。で、木原官房副長官とかね、<laughs> うん、喜んどるわけですわ。これも、もうみんな、官邸とかみんな喜んどるわけですよ。まあ、財務省はもう、うっしーしーしー言うてますしね。うん、いや、でももう日本地獄に落ちるっていう、まあ、同地獄に落ちるのかもね、ちゃんと、先週、地震で同地獄に落ちるのかを細かくシミュレーションしたように。 まあこの増,税一の増税がこれからどんな被害に拡大していくのかっていう話を今日はねしようと思いますよろしくお願いします聞けば岸田増税の最悪さがよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りします さあお送りしています週刊クライテリオン藤井聡の「あるがままラジオ」今日のテーマは岸田防衛増税路線で日本は確実にに地獄に落ちる、うん、これあのー、まあニュースですごくね防衛増税の話してるからなんか防衛増税すんねんなーってなんとなく皆さんご理解されてると思うんですけど、まあ、一体何がどこまで決まったんかってちょっと詳しく分かってない方も多いと思うのでちょっとざっとだけ、はい。 説明しますね。まずね、今回決めたのは、あの、最終確定ではありません。うん、最終確定ではなくて、こういうね、増税するためにはいろんな手続きへなあかんのですけど、まず、その、与党、自民党と公明党の中でね、増税しますよって決めるのが第一ステップなんですよ。うん、で、第二ステップは、それに基づいて、うん、国会で、まあそういう法律を作ると。いいうステップがあるんですよ。はいはい、まあその間に閣議決定っていうのがまあ、 あるんですけど、まあ、与党で決めたも、も閣議で決まるのはほとんど、議員内閣制のほとんど、ほぼ決まってるので、まあ、大体、2ステップあると思ってください。まあ、与党で増税するよって決めて、うん、で、最終的に、まあ、国会で、そういう法律を作るというのが2つです。で、まあ、3つ目一応あって、その、ほんまに増税する日の前日まで何かあったら法律とか変えれるので、うん、まあ、変えられるっていうことは、まあまあ、一応あるんですけど、これも非常に確率低いので、 うん、でまあ基本2つやと思ってください。与党で決めて、自民、公明で決めて、で、国会で決めると。で、まあまあ、大体、自民、公明で決めたらあ、国会の多数派が自民、公明ですから、うん、まあ、ほぼほぼあの、与党で決めたら国会で決まるってことになるんですけど、まあ、国会に入ると、いろんな細かい議論が出てきますから、どうなるかわからないと。で、しかも、その、国会で審議している間に岸田内閣が潰れる可能性だって。うん がりますし岸田さんが他の総理大臣にこう変わるという可能性もあるのでえまだをこれまず頭に入れといていただきたいと思うんですけど、じゃあ、あの、与党で何が決まったかっていう話なんですけど、まあまあ、与党の中でもいろんなプロセスがあって、あの、今回もなかなかやらしいのがね、あの、税務調査会っていう税制の調査会があってね、税調ってこう言うんですけど、税制調査会っていうのが。 あって、はいえー、そこで決めたんですけど、うん、これあの、税制調査会で決めて、かつ他の組織も自民党の中にありますから、あの、政務の調査会とか。 そう向かいとかって。まあ、そこで、まあ、っていくような可能性だって、まあ、なくもないんですけど、まあ、今回は、ま、岸田さんの、お、まあ、命令というか、指令で、えー、税制調査会で、まあ、しっかり決めろというので、うん、ま、そこで決めたら、もうほぼほぼ決まるような段取りにしましょうという、ま、差配に、まあ、なってたとも言われてます。で、えー、この、で、与党で、ま、その税制調査会っいうのがあって、そこで何決めたかっていうと、えっ、ー、とね、防衛費を、 え、いろいろ言われてますけども、今ね、5兆円ぐらいなんですよ。はい。えっと、5年後に9兆円にしますと。まあ、8.9兆円。9兆円にしますと。だからまあ、倍近くにこうしますよと。それ段階的にこう増やしていくんですけど、まあ、要はだから4兆円ぐらい増やすわけですよ。で、4兆円のうち、えっ、ー、と、まあ税制、税収がだいたい1兆円ぐらい増えるやろうとか。うん で、外為特会っていうところから、ま、繰り入れたりとか、まあ、なんかやりくりして1兆円出して、それで、1兆円増税すると。うん、で、1兆円予想の予算を削ると。はい。いうことを言ってるんですだから、えー、っと、4兆円増やすんやけど、うん、その4兆円を、ま、4つの項目から、ま、取ってくると。で、まあ、税収の上振れだとか、うんうん、あまあ、外為特会からとか、ま、あま、あこれよろしいわ。 まあこれまあ2兆円まああって、残りの2兆のうちの1兆は増税で、1兆は予想の予算を削ってえ増やしますよと言ってるわけですよ。うん、はい。で4兆円持ってくるということなんですね。でこれね、あの、まず増税のところ、これだから僕ら、まあ日本国民広く言ってね、日本国民から1兆円吸い上げると。 これ国民一人当たり大ざっぱに言って1万円ということですけど、まあ1万円吸い上げますよと。うん、まあこれでまあ経済が確実に冷え込むっていうのがまあ1個ありますね。で、それと同時に、今政府が使ってるお金一丁削るって言ってるんですよ。はい。で、これね、今まで僕ら、あの、防災やりましょうだとか、うん、あと、それから研究費拡大しなあきませんよとか、農業自給率、食料自給率上げなあきませんよとか、 エネルギー自給率だけ泣きませんよとか、はい。デジタルトランスフォーメーションやなんやとか、地方自治体支援しましょうとか、ま、あいろんなことを言ってるじゃないですか。うん、で今、カツカツでもっと増やせって僕ら言ってるんですよ、ね。そうですよで。言ってんのに、これが一丁削るんですよ。さらにね。そう。なんで <laughs> こう、削るん。要するに。足りないぐらいやのに。ね、そ,うそうそうそう。タらん言ってんのに。うん。 まあ無駄なんがあるんやったらいいんですけど、うん、いや無駄なんあるんやったらもう絞ってるやろと、だからもう臓器にだいぶカチコチ、ね、カチコチになってる状況で、さらに1兆円絞り取るっていうことですから、うん、もう、なんか潰れていくこと確実なんですよ。で,でね、あのー、まず、これ簡単に言うと、1兆円の増税すると、項目にもよるんですけど、大雑把に言って、2兆円経済被害が起きます。2>, 2兆円うん。あの、これまあ、経済理論的に常数効果の理論っていうのがあって、 政府が1兆円吸い上げると、吸い上げられた人がお金使わんようになるから、よその人の人収入も減るわけですよああ、そっか、うんこう。国民の中の一部が貧乏になったら、うん、その周辺にその貧乏が広がっていくんですよ。どんどんね。そう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 、で、貧乏によって貧乏が呼び覚まされた、その貧乏がまた別の貧乏を呼んでと、貧乏がずっと広がっていくでそれがね、まあ、大ざっぱに言って2兆円から3兆円程度。 ご貧乏が広がると。まあまあ2兆円、低く,低く見積もって2兆円ですよね。ほいで、政府が1兆円使うお金を削るでしょうん、そしたらそれでもまた貧乏になる人出てくるじゃないですか。いますよね。うん。そしたらその貧乏が貧乏も読むでしょそっちでまた1兆円が2兆円ぐらいの貧乏になるんですよ。はい。だから増税で合計2兆円、日本人貧乏になって、1兆円吸い上げることで2兆円貧乏になるということで、岸田さんのこれやると、 短期的に4兆円分貧乏になるんですよ。四4兆円って言ったら、まあ、大雑把に言って一人4万円。まあまあ、しんどいですよ。大、えー、きい大きい。<laughs> まあまあ、しんどい。全員ですからね。まあそれを、こう、岸田さんまあ決めたと。でも、それだけでもしんどいからやめてくれってことなんですけど、実はね、話はそれだけで終わらないですよ。まだこれ、4兆円削るでしょはい。4兆円削るでしょ それで2兆円は、まあ置いといて、2兆円増税と予算カットでやりますと。で、この2兆円、まあよろしい場合出た。よろしい場合出た方。これはね、2兆円の、その、よろしい場合出た方は、まず、うん、その1兆円は、うん、一つはね、税収がこれから増えるやろうっていうので、入れてるんですよ。で、増えへんかったらどうすんねってう話言ってないんですよ。ええ、そこ大事増えると思います、言ってるんですよ。 え、それで通っちゃうんですかで戻そうとしてるんですよ。ええー。で、これね。はい。増えないかもしれないですっていうか、減るかもしれんし。うん。っていうか、不況にしよるから、こんな増税したら。だって、もう使わなくなるし。そうそうそう。増税で4兆円分減ったら、その分、へこむじゃないですか。はいで。その分の、あ、みたいな話で、増税するから税収増えないんですよ。うん、まあ。それも過去によってずっと。分かってること。うん、来てる話ですからね。うん。 だから、これね、一応増えないかもしれないので。で、増えなかったらどうするかって言ったら。はい。え、これはもう増税しがしょうがないんですな、ははは,はってやるわけですよ。またそう。なんか、なんですか、その、マイナスな方向になんでそんな頭が働くんですかね。うん、もうだから、違うんですよ。もともとね、真面目に考えてないんですよ。嘘ついてるんですよ。うん。で、なんで嘘ついてるかって言ったらね。はい。それでいいんや。そしたらまた増税したらえい,いからな。って思ってるんですよ。うーん。 要するに、ちっちゃーく産んで、育てて大きくしようとしてあるんですよ。増税を。<ー>ちょっとですよーって言って。ちょっとしか増税しないからね、大丈夫ですよーって言って。ほ、はいで、もう5年ぐらいだったら当たらんから、まあもうちょっと増やしてもらおうか。 あれ、もうちょっと、あれ、拡大して、もっとお金払ってもらう、してもらんと、困るわな。だって、お前、あの、防衛費増やすいの認めてるわな。おっしたら、でもお金ないわな。おっしたら、もう税収少ななっとるわな。おっしたら、どうするかとったら、増税以外。なんか方法あのないやろないやろいやろいやろ増税やな。わかったな。怖い。って言いたいんです。怖いです。言いたい。圧力。怖みたいな。うん。で、さらにね、 あのもう1個あるじゃないですか。だから2兆円別から持ってくると。1個は税収上振れと。うん、もう1個ね、外為特会から持ってくると。これ何言ってるか分かんないと思うんですけど。何ですかこれね、今年はね、円高だったじゃないですか。うん、円高。ね、でそれで、うん、日本政府ってね、めちゃくちゃドル持ってるんですよ。はあ めっちゃお金持ってるんですよ。めっちゃドル持ってて。<ー>そのドルを為替市場で売ったら、円に変わるじゃないですか。うん、はいはい。じゃ円買いやから、あのー、円がちょっと高くなるんですよ。うんうん、だから為替買いに売ってて、ドル売り円買いっていうオペレーションしたんですよ。だから手元に円がやってくる。うんうん、それ使いますって言ってるんですよ。はぁ、あ。簡単に言って。え、うん、それ今年は円高やからそれやったけど、うん。 5年後やるんか、お前と。また分からないですよね、そのなんな年後。分からへんやないかと。うん。でね、いやもうほんまはね、毎年4兆円ずつくらい売っときゃいいんですよ、ずーっと。安定的に。うん。10年ぐらい売っときゃいいんですよ。もう全然いけるんだから。別にそんな持ちすぎたからそこまで持たんでいいんですから。売っときゃいいんですけど、もうそれで今まで伝統的に財務省してないから、うん。今年はたまたま売っただけで、普通売らないんですよ、あの人ら。で売ったっていいんだけど。繰り入れっていう法律があるんだから。はい、でもやらないんですよ。うん。 それやらないでしょだから来年とか5年後とかやらないかもしれないじゃん。そしたら、なんていうことえー、やっぱり、河川の方もなかったから、お金ないわな。で、防衛費上げるってお前決めたわな。えー、お金、どうすんのやっぱり増税しかないよな。増税よな。増税よな。増税。よっしゃ、じゃあ増税きたか。いやってことで。 この4兆円増やすって決めて、はい。えで、取らぬ狸の顔材は2兆円あるけども、これは別にもう全然ない可能性全然あるんですよ。というか多分ないんですよ。うん、そんなもん。だってこれから増税するから景気冷えるんだから。うん、そんなもん。あ、もうみたいな話で,で。そしたらその分増税と財政カットするんですよ。たら4兆円でしょ。そこまで拡大するんですよ。 なんでそんなこう増税増税ばっかり言うんですかね。そうそうだからね、これもう確実に地獄です。で、そのうちもっと安全保障環境悪くなるからアメリカからもっと増やせって言われますから。その分増税と予算カットですよ。で、軍,軍事力ばっかり入れて、で、何にももう経済どんどん冷えてって、GDP そのうち300兆とか250兆とかになりますよ。日本,すよ日本自体がどんどん弱くなってきてますねそす。そうですよで。その路線に行くっていうことを想像してないんですよ。岸田内閣は。 最悪。それで、ね、甘いこと、でもう一兆円れきれから大丈夫し。しかもそれ、君だから取るんちごって、お金持ちの企業からしか取れんから大丈夫やから、って甘いことで支え取るんですよ。そんなね、甘く危険な香りにね、騙されちゃダメです。今日もたっちゃんに歌ってもらいましょう。はい。山下達郎で、甘く危険な香り。 週間くらいてるよ藤井聡の「アルガママラジオ」山下達郎さんで「甘く危険な香り」お届けしました、うん、この曲はもともとね1982年に発売された山下達郎のシングル の、まあ、曲なんですけども、まあ、今回ね、えー、っと、今年、ソフトリーっていうアルバムを、まあ、久しぶりに山下達郎が発売したんですけど、まあ、その時にね、あの、2枚組で持ち前ついてた、ザレ e l a t e s ー Acoustic l っていう、まあ、あ CD がついてたんですけど、その中の一曲で入ってたやつなんですね。うん、で、まあまあ我々山下達郎ファンからすると久しぶりのアルバムなんで、まあ楽しみに今、まあ、買って、で、こう甘く危険な香り、ああ、懐かしいなと思いながら、まあ聞いてて、で、今回の増税をね、はい、だから多くの国民はこれなんかあんま危険やないからしょうがないかなぐらいに、まあ反対はしてるんだけど、うん まあ、しょうがないかなと思ってるかもしれないんだけど、さっきも言ったように、一丁円で済まない話だし、増税だけじゃなくて、予算カットまで入ってるわけで、うん、それが確実に拡大していくことになってるわけですから、極めて危険なんですよね。うん、でね、あの、僕は実は、その増税の中身に関してはね、今回、消費税じゃなくて、法人税が主体になってるので、<ー>僕はね、法人税は僕実はね、上げるべきだと思ってるんですよ。 法人で増税すべきだと。それ大企業からお金を取らなさすぎだから、そこをしっかり取って、しっかり中小企業の対策だとか、消費者への還元だとか、っていうことをしていくべきだからね。今、お金持ち、ある資本家からお金たくさん取るっていうことがないので、うん、増税っていうのは僕はね、実は大賛成なんですよ。ただ、今も、円安で、物価高で、コロナの不況で、でそんな時に増税の内すること自体がね、うん ナンセンスそのものだからもう何を言っとるんだちゅうここは全部一言で言って国債でやればいいだけなんですよタランプは全部国債でで後でしっかり経済成長していくんだから国債使えば使うほど、はい、で経済成長を指してほんで税収でゆっくり回収していけばいいという話にすればいいだけなんですから このね、まあ消費税じゃないし法人税やからええかとか、まあ、1兆円やからええかっていうねその甘い言葉でだましにかかってきてるんでね岸田内閣あるいは税調がだましにかかってきてますからぜひこれにはだまされないようにしていただきたいなと思います週刊ラライテリア藤井聡のアルガママラジオ KBS 京都からお送りしています。 では、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、あの、表現者暗いテリオの最新号が発売になったばかりですよね。そうです、そうです。ちょうどね、先週ですね、発売になった、あの、2022、2023、反転の年っていうね、うん、新しい特集で。これもまた危険な香りがする。うん、これも、あの、黄色、黒でこう、なんか、危ないでっていう、ちょっと表紙のイメージをリニューアル。うん したやつなんでぜひね、本屋でバばと目につくと思いますから見ていただければと思うんですけど、はい、これもね、やっぱりね、2 0 2 0にいろいろあって、いろ、うん、んな転換があったわけですよ、すだって、戦争ないと思った戦争になったし、そうででしたねーでこれ元それだに殺されるなと思ったのに殺されたり、うん、で今までデフレやったのに、インフレ日記にこうなってしまったり、で防衛費をいきなり大転換して倍にして。 これで、増税って今日の話もあるわけじゃないですか。だからね、もう時代がね、大きく変わろうとしてるんですよ。時代の変わり目がね、2022年だったなと思って。で、この23年に、まあ、この変化がだっとこう続いていきますから、まあ、大きく時代が変わっていくだろうと。そんなことを想定しながらね、あの、特集を組んだんですけど、これ、まあ、冒頭でも言いましたけど、今日話してた増税の話はね、一応、ステップワンが終わっただけで、 法律化するステップ2っていうのがね、2023にあるわけですよ。うん、だからまだ。そう。大丈夫。だからね、この、岸田内閣の増税の流れっていうのをちゃんとね、2023年にね、反転させなあかんのですよ。だから反転構成ができるかどうか。そのためにもね、今、どんな彼らが、どんな風に考えてるのか、何考えてるのか、どんな状況にあるのかっていうね、しっかりご理解いただいた上で、ね、まあ、彼らは別に悪意があるわけじゃないんですけど、ただただ愚かなんですよ。 まあ、ありてに言ってアホってことですよね。で、アホなんはもう知能が低いからではなくて、状況見てないからアホなことしてるんですよ。もう全然周り見てないっていう状況になってますから。だからちゃんとね、彼らのそんな何も見てない愚かな人に潰されるわけにいかないので、はい。しっかりね、来年は反転攻勢。 年末からねその反転構成を考えていかなあかんわけですけどぜひそんな中でもご注力だければと思います、はい、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしておりますメールアドレスは藤井アットマーク KBS ドット京都ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました、はい、どうもありがとうございましたそれではまた来週月曜午後9時半までさようなら,さよなら この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。